ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。あのヨシキさんね、やっぱり俺の青春だなと思った。ヨシキさんは本当にぶっ飛んでてすげえ人だと思いました。なんか完全にヨシキ信奉者のような感じになっておりますが、はい、ちゃんと話をします。スッキリにヨシキさんとあのヨシキスーパースタープロジェクト X の、まあ、通過メンバー8人およびバンドメンバーあの3人が、まあ、出たわけですよ。で加藤浩二さんなどと話をしたわけですけど、まあ、いわゆる28日に日テレの音楽番組があって、そこにボーイズが出てバンドのメンバーも出てヨシキさんも出るっていう、そうヨシキさんも出るっていうね、ドラム叩くっていうね、これさあの X 好きな人というかヨシキさんを通ってきた人たちは必見じゃないですか。なんかこういうことが本当に起こるんだなっていう気がしましたけど、なんでしょうね、やっぱワクワクが止まんないですね。ヨシキさんがめちゃくちゃ目立ってしまいそうな気もしなくもないけど、まあそこのところも含めて楽しみになってまいりました。であのちょっと前にいわゆるヨシキスーパースタープロジェクト X の考察みたいな感じで今後どうなるのかっていうことだったりとか、つまり坂良之介くんと大島梨央くんが脱落っていう形、まあそれで8人通過っていうことに関し今後どうなっていくのかとか、あとバンドメンバーに例えばカルマくんが合流するのかとか、あのそれは違うのかとか、いろんなこと考えましたが、なんかそもそもあのメンバーにも知らされていなかったようですが、バンドとダンスボーカルユニットってあの私も多分ずっとそういう風に言ってきましたし、そうだと思うじゃないですか。ただあの2つのグループを作るっていうか1つのグループでやるっていうことらしいですね。そんで場合によってそのバンドと分けてみたりとか、そういうことをやるって、それマジで大丈夫なのかって思ったんですよね。ダンスバンドの方は多分いけるんですけど、ダンスボーカルユニットの方がどうなのかなって思った時に、あの P 君が、あなんか僕は好きでしたとかそういう感じのことを言ってたんで、あ P 君がそう言うなら多分大丈夫じゃないかってちょっと思ったりしたっていうか、まあそんな感じですかね。で考察動画の時にいわゆるコメントくれた方の中でバンドとダンスボーカル混ぜて一つのことにしたらどうですかっていうか、そういうのが本当実現したらやばいじゃないですかって話をしてくれた方がいて、あのすげえ当たってるって思った。いやその予測私できなかったし、正直そのコメントいただいた時にいや言うてもそれ無理じゃないかなって思ったんですけど、コメントをくれた方は多分ヨシキさんと考え方同じことできる人だわ、すげえな羨ましいなってちょっと思いましたっていう感じですね。まあ場合によっていろいろクロスオーバーさせていくっていう意味合いでやっていくようで、まあ、クロスオーバーっていう意味合いでいくとなんかこう BMSG の精神とも似てる感じがするけれども、まあそのグループというのをいくつかにっていうか、いくつかにっていうか、そのバンドとダンスボーカルで一緒にやるっていう、でヨシキさんがいわゆるそのダンスボーカルの音ってまあ一定でみたいな感じのことを言ってて、ああその発想でもバンドマンの発想だなって思ったっすね。まあそれはね、確かに生楽器の音でずっとやってる人にとってはいわゆる打ち込み系の音っていうのが確かにまあ物足りなく感じるっていうタイプの人もいるっていうのは分かりますけどね。まあそこに関してはね、私もロックをずっと聴いてた時期も長くて打ち込み系が嫌だった時期もあったけど、なんやかんやねヒップホップとかそっちの方を聴くとこが多くなり、打ち込み系の方がメインになっちゃったから、ああそうかヨシキさんそう思うよねってちょっと思いましたが、そうですね、まあ私の青春の時とは違うんだなというか、まあそんなことも思いましたが、まあでもヨシキさんが今でもねそんな風にいい発想をしてくれて私は嬉しいですよね。ただのヨシキ信奉者じゃねえかって思うけど、そうですね、だからそうなんかね、やっぱりこのいろいろと言われてはいると思うんですけども、結局いろんな発想っていうのがあっていいわけで、トライアンドエラーっていうのを繰り返していくっていうことで、その中の一つがザ・ファーストであったと思うし、あのプロジェクトだって成功するかどうかなんて誰も分かんなかったですから、だからこのヨシキさんのこのやろうとしてることも荒唐無稽なような感じに見えるし、本当にできんのかってちょっと疑いたくなるところもなくはないですけど、ただ結局のところ時代がどんどん移り変わっていって、何が売れるか何が受けるかそんなの誰にも分かんないんでね、
だからやれること本当にやっていくべきだし、よしきさんは好きで語ってたけど、まあ、こんなグループは僕にしか作れないっていう、あれはだからボースティングとか自慢とかいうわけじゃなくて、よしきさんのその今までの経験値とよしきさんの人脈と、あとは財力もねぶっちゃけあるでしょう。そういう影響力もあるでしょう。でバンドもやってたし、ダンスもやってたらしいっすね。うん。でまああとギター、まあ、ドラムギターピアノ、まあ、クラシックもっていう形で言ってて、そうだからそのバンドとクラシックのロックとクラシックの要素を持ってる人がやるっていう時にダンスボーカルユニットっていうのをどうするのかっていうのは思ったけど、サウンドをバンドにするんだったらよしきさんが出れるところも多いだろうし、で結局あれなんですかね、いろんなイベントに出る時に、まあ、よしきさんも忙しいしね、ハイドさんたちとのバンドもあるからどのぐらいいけるか分かんないけど、まあ、ちょっと古い話を言いますが、グローブの小室さん的な感じで演奏するプレイングプロデューサー的な感じになるのかなとか、まあでもスカイハイ社長もねプレイングプロデューサーだし、それこそBMSG のみんなと一緒にコラボしたりするしね、まあ、だからちょっと思ったのが、ヒップホップとかそっち系のクラブ系ミュージックの方の部分はスカイハイ社長の BMSG に任せて、ロックとかそっちの要素を YOSHIKI さんに任せるのがいいのかなって気がしてて、で日本の強いところってやっぱりロックっていうのは強いんでね、そこをだからがっつりやってくれるのであれば、まあ、本当にやってほしいしね、まあちょっと期待をしたいですよ私は。結構皆さんの意見も聞きたいけど、なんか賛否両論分かれそうな気がしますね。私がよしき信奉者みたいな感じだから、うん、まあそんな感じになっちゃうけど、まあ皆さんの意見も聞かせください。ぶっちゃけどうなのかっていうね、うん、まあ前回の考察動画の時のコメントも結構いっぱいいただきまして、いろいろと面白いコメントもたくさんあってすごい良かったですですね。まあそのカルマくんがバンドの方に合流するかっていう話ではないんですね。だから結局そのスッキリで話してた感じだと、そのバンドボーカルのところの部分も一緒になんかまだこれから追加するっていう形と、あとそのよしきさんの言ってる言葉というか、よしきさんの気が変わらなければ、基本的にはこのメンバーでちょっと追加するかもみたいな。ってことはバンドボーカル、バンドボーカルダンスボーカル、なんだバンドボーカルって、バンドボーカルはバンドボーカルですよね。ハイドさんとかね、そうですよね、龍一とか川村龍一とかね、うん、いきなり川村龍一関係ないけど、はい、龍一も結構好きでした。でまあダンスボーカルの方でまあ8人とそれからバンドの方3人にそれにボーカリスト1人追加ってことなんですかね。まあそうなってくると、まあまた面白くなってくるかなっていう気がする。まあでも同期ライヤ君、同期ライヤ君がすっきり出たのがなんかエモいっすよね。泣けるっていうか、多分口には出さないけど、まあ俊斗君たちが出ていたスッキリだから僕も出れたって思ってるかもだし、あと結局まあ楽しみなのが、明日っていうか、まあ、これ撮ってるのがね火曜日だから、水曜日の日テレの音楽特番で BE:FIRST も出るんでね、うん、ライヤ君と俊斗君がまたどっかで会えるといいなという感じで思ったりするところです。はい、まあ、とにかくいろいろ楽しみになってまいりました。よしきさんのオーディション番組ももっと盛り上がればいいと思ってますし、まあ、ある意味よしきさんのね人脈とか影響力でいろいろな番組に出るっていうのはやりやすいかもしれないとも思っております。まあ、本当に切磋琢磨していける仲間っていうのが私はベスティなので BE:FIRST の立場で考えやすいですが、いろんな仲間が出てくるといいなと思ってますし、ちょうど1個前に挙げた女王蜂アブちゃんのオーディション番組からのグループとかも含めて本当に仲間がいっぱい増えればいいと思います。ね、BE:FIRST エンティームともね今度一緒に番組出るし、 INIJO1 とももうケミがあるし、本当にいい感じになってくるといいなと思いますですね。まあ YOSHIKI さんの方のこのグループの立場で考えるっていうことも私としてはなんか今後あるかもしれない。まあ基本はベスティなんでね、そこの部分は変わりませんが、まあいろんな立場で物事を考えられるようになって2023年はまたいろいろ楽しみが増えてまいりますっていう感じで、緊急という形になりましたが、いろいろと情報があってそれを共有させていただきました。
まずはね、音楽特番楽しみですね。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いします。では失礼します。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空へ。